ノルン。ノルンは、北欧神話に登場する運命の女神。複数型はノルニル。その数は、非常に多数とも言われ、アール部族や、アース神族、ドベルグ族の者も,もいる、スノーリのッタによる。しかし、通常は、巨人族の三姉妹である長女ウルズ、次女ベルザンディ、三女スクルドのことのみを意味する場合が多い。彼女ら三人の登場により、 アースガルズの黄金の時代は終わりを告げたとされている。世界中ユグドラシルの根元にあるウルザルブルーン、ウルズの泉のほとりに住み、ユグドラシルに泉の水をかけて育てる。ウルズとベルザンディは木片にルーン文字を彫る。スクルドはワルキューレの一人。ノルンは北欧神話において様々な決闘の人々の運命を支配する多数の女性的存在、ディス。 の一種である。イギリスの伝説は、三人の魔女たち、ウィアードシスターズ。しばしばウィアードシスターズやスリー、ウィアードシスターズと呼ばれるのことを語るが、そこでは、その名自体が、運命、フェイトを意味する名前を付けられたノルギルの一柱の、名前、ユサーの英語系、ウィアードが登場する。スノーリストルルソンによる、コエッタの巫女の予言の解説によれば、 最も重要視される見柱のノルニル、ウルズ、ベルザンリ、スクルドは、ウルズの泉、運命の泉のアゼーの住居から出てきて、泉から水を汲み上げ、泥をすくい、それらを混ぜたものをユグドラシルに注ぐことで受精を保たせている。彼女たちのルニルは、ヨトゥンヘイムからやってきて、神々の黄金時代を終わらせた、三人の手ごわい、巨人の乙女、ヨトゥンであると説明される。 また彼女たちは、バフスルーズニルの言葉、下記三章で説明される、メグスラシル、マグスラシアの娘たちと同一のものかもしれない。彼女たち三柱のノルニルに加えて、人が生まれた時その人の将来をあらかじめ定める、ために多くの他のノルニルがその場に到着する。悪意あるノルニルと善意のノルニルがおり、後者がいわゆる守護女神である一方で、前者は世界中に、 すべての悪意と悲惨な出来事をもたらしたという。利益と損失の両方を、ノルニルが運んでくるという言い伝えは、キリスト教が入ってきた後も信じられていた。その証拠として、ボルグンドスターブ教会で見つかった、ルーン文字名 N351M が挙げられる。ウルズ、ユサ、ウィアードという名前が、運命、フェイト、または単に、未来、フューチャーを意味する一方で、 ベルザンディ、バーナナンディは、このルド語の単語で、になる、スービカムという意味の動詞、バーナンサから派生し、スクルド、スクルドは、動詞、だろう、シャルに関連がある。過去を司る、ウルズ、現在を司る、ベルザンディ、未来を司るスクルドを、という解釈が一般的であるものの、その根拠は、北欧神話にはない。むしろ見柱全員が未来を象徴している。 さらに、シ柱の主要なノルニルがいるという考え方は、ギリシア神話、ローマ神話において、同様に糸を紡いでいる運命の女神、モイライパルカイが、後世に及ぼした影響である、可能性がある。ノルン、ノルンの名の起源は確かではない。しかし、その名は、アム、ツートワインという意味の単語に由来している、可能性がある。そしてそのことは、彼女らが、 運命の意図を編んでいるとされることに当てはまるだろう。ノルニル、フィルギャ、ハミンギャ、ワルキューレの間に、さらに、これらの総称語、ディース、複数形、ディーシル、との間にも、はっきりとした区別はない。さらに、指摘許容、は、このような子が、コノルド語詞、弟子すべき運命の女性を言い表すのに使われることを認め、また、 女性のために使用される多様な名前について、スノーリストゥルルソーの死語法を引き合いに出す。すなわち、女性はアース女神、ヤやワルキューレ、ノルニル、または超自然的な種族の女性によって、陰誉で呼ばれることがあるとする。ノルニルに関するコノルド語の出典元が多数、残っている。ほとんどの重要な出典は、三分エッタ、スノーリノエッタと、シノエッタである。 前者が古い歌に加えて12世紀から13世紀にかけての続調であり学者であるスノーデストルルソンによって解釈された物語、説明、解説を含んでいる一方で、後者はノルニルが頻繁に引き合いに出される古い歌を含んでいる。スノーデストゥル,ルソンの三分にエッタの一部はギュルビタブラカ詞と呼ばれているが、その中でスウェーデンの王ギュルビが自分をガングレリ、 と名乗ってバルハラを訪ねる。そこで彼は、三人の男の姿をとったオーディンから、北欧神話についての教養を得る。三人の男は、三柱の主要なノルニルがいること、しかしさらに、アース神族、エルフ、小人といった、それ以外の様々な血統の者がいることをギルビに説明する。三柱の主要なノルンたちが、ウルズの泉から水を汲み、ヨグドラシルに水をやる。 スノーリは、最も若いノルンのスクルドが、また実質的には、ワルキューレであること、殺害された者から戦士を襟抜くことに参加することを、読者に知らせる。シノエッタは、スノーリが、三文、エッタに記載した情報のもとになった詩が、より古い文献の代わりとなることから、価値がある。ギルビタブラカシにあるように、シノエッタはシ柱の主要なノルニルに加えて、 より目立たない多くのノルニルが存在することに言及する。さらに、小人のノルニルは、小人の娘であるなど、彼らがいくつかの血統の出身であると話されることにより、ギルビタブラカシと一致する。また、見柱の主要なノルニルが、女巨人たち、女性のエトゥンたちであったことを暗示している。カーブニルの言葉は、シグルズによる、 致命傷で死んでいくドラゴンのファーブニルとシグルズとの間のやりとりを含んでいる。英雄は多くの事柄についてファーブニルに尋ね、その事柄の一つがノルニルの本質であった。ファーブニルは彼らがたくさんいること、いくつかの血統があることを説明する。ミハシラの主要なノルニルが元来は、女神ではなく女巨人、ヨトゥンであったことは、巫女の予言とバフスルーズニルの言葉、 で明らかにされている。彼女たちの到着は神々の初期の幸福な時代を終焉させたが、しかし彼女たちは人間の幸福のためにやってきたのである。巫女の予言はヨトゥンヘームから神々の元にやってきたと報告される三人の恐ろしく力強い女巨人たちを関連づける。バフスルーズ・ニルの言葉は守護へ、ハミンギャとして 地上の人々を守るためにやってきた乙女の巨人たちについて話すとき、おそらく、ノルニルに研究しているだろう。巫女の予言は、バルズルーズニルの言葉が多分しただろうと同様に、乙女としての彼女たちを指す見柱の主要なノルニルの名前を含んでいる。ノルニルは、新しく生まれた子供に、彼または、彼女の未来を割り当てるべく、その家を訪ねる。そして、 フンディング殺しのヘルギの歌その1にあるように、ノルニルがその屋敷に到着すると、英雄、ヘルギがちょうど生まれた。フンディング殺しのヘルギの歌その2において、ヘルギは、シグルーンと結婚するために、彼女の父ヘグニ、フグニーと兄弟のブラギ、ブラギを殺してしまった事実に、対、ノルニルを呪う。スノーリストルルソンが、 ギルビタブラカシの中で明示したように、人々の運命は各自のノルニルの慈悲深さや悪意に左右された。レギンの歌において、水に住む小人のアンドバリは自分の境遇をおそらくは小人ドバリンの娘の一人であった悪いノルニルのせいにした。悪い境遇の原因となっているノルニルのもう一つの例がシグルズの短い歌に見られる。そこでは、 ワルキューレのブリュンヒルドがシグルズの法要を求める。その長い絶望のために悪意あるノルニルを呪っている。ブリュンヒルドについては、ブルグント族の王群なる及びその兄弟がシグルズを殺したこと、その後、ダイセでシグルズと一緒になるために自殺することが説明される。彼女の兄アトリ、アッティラはブルグントの王を殺して、 彼女の死の復讐を成したが、アトリが彼らの姉妹のグズルーンと結婚していたことから、アトリは間もなく彼女によって殺された。グズルーンの歌その二、において、ノルニルは夢の中でアトリの妻がアトリを殺すということをアトリに教えるという形で積極的に一連の事件に参加してくる。夢の描写はこの節から始まる。 彼女の夫アトリと二人の間の息子たちを殺してしまった後、クズルーンは、クズルーンの先導にあるように、彼女の不幸を理由に、ノルニルを呪う。そこでは、クズルーンは、自殺を試みることによって、ノルニルの怒りを逃れようとしてみることについて話す。クズルーンの先導では、クズルーンの息子たち、父は、ヨーナク王が彼らの姉妹スヴァンヒルドの無残なしに復讐するよう、 クズルーンが彼らをどのように先導したかを報告している。ハムジルの言葉においてまさにその復讐に至るまでのゴート族の多いエルムンデクの元への彼女の息子たちの遠征は破滅的なものであった。自分がゴート族の手で死ぬことを知ってクズルーンの息子セルリ、ソーリーはノルニルの無慈悲さを語る。ノルニルが隠れて作用する。 究極的な権威ある存在であった上は、彼女らが魔力として言及される可能性があることは、驚くべきことではない。例えば、シグルドリーバの言葉において、シグルドリーバによって、彼女たちについて言われるように、伝説のサガのいくつかも、ノルニルについて参考になることを含んでいる。ヘルボルト・ヘイズレク王のサガは、フレズの歌。 フン戦争の歌友と呼ばれる詩を含んでおり、そこでは、ゴート族の王、アンガンチュールが、フン族であり彼の腹違いの兄弟であるフレズによって指揮された、フン族軍の侵攻を破る。彼の姉妹、建物、乙女のヘルボルが犠牲者の一人と知っている、アンガンチュールは、彼の兄弟の死んだのを直視し、ノルニルの残虐さを嘆く。 より新しい時代に成立した伝説の佐賀において、例えば、ノルナゲストの話と、フロールブクラキの佐賀で、ノルニルは、ボルバ、魔女、ミコと同義だったようである。ノルナゲストの話では、彼女たちは、彼の運命を形作るために、英雄の誕生の時に到着するが、ノルニルは、運命の織物を折るとは説明されず、代わりに、ミコ、バラ、ベルバの同義語としてあっさりと現れる。 書き残された最近の伝説の佐賀の一つ、フロールブクラキの佐賀は、単に凶悪な魔女だとして、ノルニルについて語っている。邪悪な反エルフの王女、スクルドが、フロールブクラキを攻撃すべく、彼女の軍を集めるとき、死せる戦士に加えて、エルフとノルニルも軍勢に含まれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。